いろいろゴムがあると思うんですけど、やっぱりこれゴムがそれぞれあの用途とか使い、あれが違うんですか？そうですね、用途によっていろんなゴムを作り分けております。例えばこちらの今の季節必要なマスクのマスク用ゴムなんですが、こちらはですね、普通のゴムよりもお顔に当たった時に痛くないようにかなりふんわりと優しくいい肌触りになるように組んでおります。これゴム自体が柔らかいです、それともなんか周りにこうなんかコーティングとかされてます？そうですね、中に入っているゴム自体もあのソフトなものを使っていますし、周りにこう、ですね、ゴムの周りにこうカバーリングがしてあるようなものがゴム紐なんですけども、このゴムもですね、こう緩く柔らかくなるように組んでます。あのよく柔らかいゴムっていうのはすぐ伸びやすいっていうあのイメージがあったんです、これについてはどうなんですか？そうですね、ゴムはあの品質の良いものをもちろん使っていますので、細くてもまあ伸びにくく長く使っていただけるようになってます。よくあの安いゴム屋さんとか、あると思うんですけども、そちらとうちで使っているゴムの違いといたしましては、あの中のゴムの太さが違います。どうしてもやっぱり太い方が丈夫で細い方があの伸びやすいっていうようなのがどうしてもありまして、中の入れるゴムを太くすることによって耐久性もアップして長く使っていただけるような品質のいいものに仕上がります。で今だとこの色数がものすごく多いんですけどそうですね、今結構マスクゴムもあのいろいろ手作りされる方が増えてますので、あのマスクの生地に合うものということでいろんな数をいろんな色を作ってます。でこちらの方の、これは平ゴムになるんですか？そうですね、平ゴムですね。こちらはですね、今回展示会用に新商品で持ってきたんですけども、ゴムってなかなかの生地の中に入ることが多いので白と黒がメインではあるんですが、このものこれはですね、色と柄とラメを今回作りまして、ブックバンドですとかお道具箱のバンドですとかお弁当箱ですとか、こうゴムが外に出ても可愛く使っていただけるようにということで柄を作りました。まだこれは発売が決まってないんですけども、今回評判がいいのでぜひ今後商品化していきたいと思ってます。これはだいたいおいくらぐらいで提供で？そうですね、どういくらぐらいだと逆にいいのかなっても伺いたいぐらいなんですけども、メーカー数にもよっても変わりますけど、上代で300円とかそれぐらいに収まるようにしたいなと思ってます。でこれの今の量はまだ、仮なんです、はい、ちょっと台紙ももっと可愛いもの今です、あの試作してまして準備中なんです。なるほど、要するにゴム自身が主役になれるようなゴムって、はい、それを目指して、ね、あ、じゃあ衣装なんかでね、今までだったらゴムが見えると恥ずかしいからで中に入れるっていう感じだったんですけどね、もうそのまんま、例えばその上に重ねてジグザグなんかで見える加工にしてもいいですね、はい、これだったらミシンと一緒にやってもらえると楽しめると思います。あのこちら側にですね、はい、あります、このカラー織ゴムですかね。カラー織ゴムとこの平ゴムとの違いでは何ですか？はい、そうですね、カラー織ゴムとはですね、リボン、イメージとしてはリボンの中にゴムが入っているような作りとなってまして、こちら先ほど見ていただいたものの違いはですね、幅を太くしやすいんです。こちらはちょっと限界がありまして、さっきのものは、そうですね、一番太くして 12、3mm っていうぐらいが限界なんですが、こちらはですね、幅が広いものができまして、今日持ってきてないんですけども、例えば10センチ幅のゴムとかっていうものも、あのストレッチバンドとかコルセット用な感じので、はい、そういったものにもありまして、でもそのまま服に使えますね。そうですね、よくそうですね、ウエストのゴムのベルトってあの、ね、ラメが入ったりとか、ああいったものとか、ああいう感じのイメージで使っていただけます。そしたらね、ベルトをこうバックルで留めるタイプじゃなくて、そのまんまも、ベルトを作りたいという形でいいですね。そうですね、そうなんです。でこれ今回こちらはですね、はい、弁当箱用とかお道具箱用に色数と幅を揃えてまして、いろいろライン入りもあったりとかしてます。こちらが、これは紐じゃないんですね、ゴムなんですね。はい、ゴムなんです。ゴムパッチンと組み合わせて、簡単、縫わなくてもバンドができるようになってます。あ、ゴムパッチンと、はい、こちらです。これが分かりやすいかな。こういう感じのですね。ベストセラーです。はい、これを外して、間にこっちとこっちにゴムを挟んで、はい、ポンとやると、この、こういう感じですね。こんなバンドができます。もう挟んでるだけなんですね。挟んでるだけなんです。針と糸がいりませんので簡単ですし、はい、長さ調整もでき、一回つけた後外すことができますので長さ調整も可能です。